シーホース三河がお届けするポッドキャスト、シーホースキャスト、略してシーキャス。シーホース三河ホームコート MC の小林拓一郎です。この番組では選手やチーム関係者を迎え、毎回テーマに沿ってトークとは一味違うリアルカンバセーションをお届けします。今日のゲストはこのお方、自己紹介をお願いいたします。はい、今シーズンからシーホース三河に入団いたしました、背番号4番細谷正志です。よろしくお願いします。お願いします。細谷選手、すっげえ話聞きたかった。ありがとうございます。いやね、今手元にこのキャリアありますけど、改めて見てると本当に苦労人ですね。まあそうっすね、苦労というか、まあ奇跡というか、はい。ちょっと今日そのあたりをすごい、はい、本当に例えば今 B リーガーを目指してる例えば学生の子たちとか、すごい励みになる話ってたくさんあると思うので、はい、そのあたりもちょっと伺っていけたらなと思っていますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。そしてシーホースに来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。本当に今シーズン楽しみです。はい、僕も楽しみです。ではまずですね、細谷選手、はい、子供の頃はサッカーやってたんですね。はい、そうです。でもあれですよ、きっと体を動かすのはすごい好きなタイプだった感じですよね。そうですね、もう何でもスポーツはやりたがる子でしたね。周りがサッカーやってたから自然にやってた感じですか？3つ上に兄がいるんですけど、うんうんうん、その兄がサッカーをやってたので一緒に自然とっていう感じでしたね。バスケ始めたきっかけは？は、6年間サッカーをやってて、うん、で中学でもサッカーをやろうと思ったんですけど、はい、中学にサッカー部がなくて、ほー、はい、で3つ上のその兄がバスケをやってたんで、はい、あ、じゃあバスケでいいかっていうのがきっかけでした。もしじゃあサッカーだったら普通にサッカー部？まあ、全然サッカー部行ってました、はい、へえ、それがサッカー部好きだったってことね。そうですね。でバスケ部でちょっと残念な気持ちはなかったですか？ないのかっていう。 ありましたね。やっぱりプロサッカー選手になりたいっていう夢があったんで、ちょうど J リーグをこうブイーッとしてた頃ですよね。はい、あったんでなんですけど、まあその家庭の事情だったりだとか、うん、そういうのもあって、うん、こうクラブチームとか他にはあったんですけど、うん、まあそこに行けないっていう感じだったんで、うん、はい、そのまあ仕方なくというか、うん、感じでバスケ始めようかなみたいな。周りって結構もうみんなちっちゃい頃からバスケやってました？その時って。いや、周りはやってなかったですね。じゃあもうみんな中学生になってドンで始まった？あ、そうです。その同じサッカー部のやつらが僕がもうバスケ行くわみたいな感じで言ったら、うん、そいつらも全員、じゃあお前が言うんだったら行くよ俺もみたいな感じで全員来ちゃって、はい、で今結局僕がこういう風にプロでやってて、うん、周りのみんなこう働いてるんですけど、うん、たまに集まったりとかすると、なんかお前に全部やられたよみたいな。あの時行かなきゃよかったみたいな。お前だけ成功しやがってみたいな感じ。それはまたちょっと違うと思うけど。ありますね。でもみんな一斉に始めたってことはもうゼロからでしょ？そうですね。まあその兄がバスケ2で、うん、小学校の頃から1対1はずっと兄とはやってて、はい、やっぱ1点も取れず、うん、悔しい思いをずっとその時からしてたっていうのを覚えてますね。でもすぐにあれですか、のめり込んでた感じ？あ、そうですね、もう本当にすぐに。ちょうどその時田臥勇太さんが NBA でフェニックスサンズのあの開幕戦を夜中テレビで見てて、うん、でそこでもう一気にドハマりしたって感じです。この身長 で、 そうです、ね、この世界でやってる人がいるんだっていう、はいはい、もうだって僕ちょうど世代は一緒で、ちょっと田臥選手の年齢的には一つ上なんですけど、もうあの高校時代なんてもうね、雑誌開けば全部能代工業、田臥勇太、はい、で映像もすごかったし、もうそれぐらいのやっぱスーパースターじゃないですか。はい、そうですね。受けただから強烈な印象っていうのはあるわけですよね。そこで、はい、違います。憧れの存在になってたわけですか？もう憧れですね、うん、こうなりたいっていうふうに、ん、もう本当明確になったというか、はいはい、ああいう選手になりたい、ああいう選手になりたいと。で中学校時代はこちら地区選抜に選ばれた経験はないという、はい、地区予選も2回戦敗退という、はい、だ言ってみれば、はい、ものすごいこの中学校時代に何か結果が出たわけではないということですよね。はい、全くないですね。その時にでもまあ続けたいっていう気持ちがあって、はい、高校はどういう感じで選んだんですか？
高校も推薦、そうですね、推薦をその時にいただけたというか、はい、その中学校の先輩が、うん、そのこの高校の先生にこう、うん、試合があったんで、その高校、はい、見に行こうみたいな、はい、で見に行って、で僕がそのチームに、あ、その高校に惚れ込んでしまって、はい、で直接先生に挨拶しに行こうって言って、はい、でやりたいですっていうふうに、はい、僕直接行ったら、はい、その先生がじゃあこうやって言ってくれたのがこうきっかけで、まあ、プレーを実際見ていただいて、はい、で推薦いただけたっていうのは、そう、特別に見てもらった感じなんですか。あ、いえ、普通にもう何人かこう、やっぱ候補がいる、はい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 、中でっていう感じですね、うん、で推薦勝ち取り、そして高校に行ったけれども、高校も県大会ベスト16、はい、まあ、言ってみればその全国大会に出て、はい、という形ではなかったわけですよね。この辺りも、まあ、周りにやっぱり言ってみればすごい人たちがいるわけじゃないですか、はい、同期でもうアンダーにも選ばれてとか、はいはい、でもこの時から細谷選手の中ではその上のリーグまで絶対行くぞって気持ちはあった。ありましたね。なんかこう、なんていう、根拠ない自信というか、うん、自分だったらなれんじゃないかなっていう風な思いはずっと思ってましたし、諦めたくないっていう思いはずっとありましたね。見据えていたところはどこですか、その時。あ、もうトップリーグに行くっていう、まあ、当時は B リーグないんであれですけど、JBL ですね、はい、JBL で、でとにかくそうですね、そこに行きたいっていうのと、やっぱ海外でやりたいっていう思いがあったんで。あったんですね、はい、だそれこそやっぱタブス選手だったんですね。はい、そこを目指してたわけですね、はい、そうですね。どうですか、例えば僕はめちゃくちゃ下手で、そのとにかくバスケ好きで、でも周りには俺絶対プロになるからみたいなことを言ってて相当バカにされたんですよ、はいはい、お前全然結果も何もついてきてねえじゃねえかみたいな、で県大会にも行けないレベルだったし、はいはいはい、部活になんなら2人しかいないみたいな時もあったし、はいはい、そんな中でも言い続けててバカにされた経験もたくさんあったんですけど、はい、細谷選手ってそのあたりはどうでした、その言われたことってありました。あ、もうしょっちゅう言われますね、はい、言われてました。言われてました。もう絶対無理だからみたいな感じのことはこう周りの人にも言われましたし、うん、大学の結構覚えてるのは大学のチームメイトとかにも、うん、なんかお前は絶対無理だみたいな、チームメイトにも、チームメイトにもこう同い年にもこう言われたりだとかしてて、うん、それ大学1年生の時とかに言われてて、うん、で結局その大学4年生になった時に、はい、やっぱその行ってきた子は辞めちゃってて、はい、で僕がこうどんどんこう頭角をというか、うん、試合に出るようになってきたら、うん、こうやっぱお前のなんか努力がすごかったみたいな感じでこう頑張れよみたいな、絶対行けるよみたいな感じでこう結局はこう認めてくれたっていうところっていうのはすげえな。いや、でだって高校で言ってみれば県大会ベスト16、はい、というのが最高成績だったわけですよね、はい、でそこから大学っていうのは声がかかったんですか。かかってないです。自分から。はい。本当は高校でバスケットをやめなくてはいけない理由がその家族の家庭の事情があったので、で僕はこう就職警察官になろうと勉強してたんですけど、はい、夏に引退をして、はい、そしたら高校の先生から呼び出しをこう受けて、うん、そしたらなんか先生がお前はまだ伸びるから大学でバスケやってみないかみたいなの言われて、うん、でなんかお金の事情とかもこう考えてくれて先生が、はい、でまあ親に相談をして、うん、でそしたらもう親はもう自分で何もかもやるんだったらいいよっていうふうに言ってくれて、でスポーツ推薦の話があったん でそのトライアウトを受けるってなったんですけど、それも大体30人中5人ぐらいしかもらえない、そのトライアウトがあって、やっぱ全国から集まって、はい、当時関東学院はちょっとフィーバーしてた時なんで、はい、集まっている中で僕がたまたまそのトライアウトで本当に調子が良くて、うん、その5人の中に入ったっていう、でそれで大学に奇跡的に行けたっていうのが、はい、今たまたまっておっしゃいましたけど、でも絶対かけたものあるでしょ、そこ。いや、本当に調子良くて、その時はスパスパシュート入るし、うん、めちゃめちゃ飛べるし、うん、みたいな、うん、なんかあったんでしょうね。いやーすごい、はい、そういうのがあったっていうのがありましたね。もうだからトライアウトで這い上がってった経験はもう大学のそこから始まってるんですね。そうですね、もうその高校のその恩師のその言葉から始まったなとは思ってるんで、まだやれるみたいな、やってみろみたいな。恩師はどういうその根拠でそれ言ったんですかね、はい、
これ今も話すんですけど、はい、その僕がさっきお話しした中学の時に高校の試合見に行って、その直接入りたいですって時に、はい、そういう選手はたくさんいるみたいなんですけど、はい、僕と出会って初めての印象が忘れられないっていう先生がずっと言ってて、はい、だこいつには何かあるって思ってたらしいんですよ、はい、でその僕が引退するってなっても、ね、先生はずっと引っかかってたらしくて、うん、でなんかとかやらせてあげたいみたいな、だそういうなんかやっぱ奇跡があったんだなとは、本当縁だったりだとか、だってさ高校の多分それって日々の練習態度だったりとか、はい、その自主練する姿だったりも含め、絶対それずっと見てなかったらその言葉って出てこないですよね、先生からですかね、わかんないですけど、なんかだってだから本当にその恩人にはもう感謝しかないですよね、本当に僕の人生を変えてくれた人なんで、今の活躍とかもすごい喜んでくれてるでしょ、そうです、喜んではくれてますけど、あんま褒めることはやっぱしてくれない、もっとやっぱりまだいけるぞって、まだまだ甘いんじゃないみたいな感じで言ってくれてるので、でそういうのが結局原動力にもなってるわけですね、そうですね、もう本当に、いや関東学院大学そして入りまして、はい、こちら面白いのがこれ3年生の時ですかね、はい、天皇杯でシーホースと戦ってるんですね、はい、覚えてます、当時愛新シーホース時代、はい、柏木、高島、佐古、竹内、はい、もう要はこれ2010年もう本当に僕もちょうどもう MC も始めてた頃でしたけど、はいはいはい、もうめちゃくちゃ本当に敵なしな強豪愛新、強豪シーホース、この時代ですけれども、はい、覚えてます、覚えてます、結果スコアは63対100っていうスコアなんですけども、はい、シーホースが勝ってますが、この時だからガードってことは柏木選手とか佐古選手とマッチアップしたってことですよね、はい、僕は3年生の時は試合出てなかったんで、 A チームの、はいはい、ベンチにはいたんですけど、はい、だもうこの通りスコアの通りもう本当に最後の最後に出て、はい、でその時にこれしか覚えてないんですけど、佐古さんとマッチアップだったんですよ、はい、うわーと思って、うん、でなんかこうなんかしようかなっていうか、こう仕掛けようかなと思ったんですけど、それより佐古さんのいい匂いがもう勝っちゃって、めちゃめちゃいい匂いするなと思ってこれが愛心かと思って何の匂いなんだろう、いやもうすごいなんかやっぱこれがプロかみたいな、これがいやいやいやそうなの、僕その試合終わった後みんなにめちゃめちゃいい匂いそれしか覚えてないですけど、俺さ今さすごいやっぱりね、もうトップオブトップの選手の当たりはすごかったとかそういう話が出てくるかと思ったら匂いてもうあれは忘れられないですねそっか、すごいいい香りしたんですよ。それってその後々佐古さんに伝えることできました。あ、まだ伝えられないですけど。いつか伝えたい。いつかお伝えできればなと思うんですけど。そっか、でもその印象が一番強いんですね。はい、そうですね。じゃベンチから見てた時の、はい、そのシオスの戦いぶりとかどうでした？いやもうやっぱりあのその当時パップさん、うん、あの、はい、パップさんがあの結構大学では無双状態というか、はい、もう誰も止められないんですけど、うん、あのその時にマッチアップしてた桜木 JR さんが、はい、片手でこう止めたんですけどそれ見た時もベンチがもうえみたいなみたいないやもうこの子の J はもうっていうのしか覚えてないですけど、衝撃です、それが。はあ、だってちょうど J もあれじゃないですか、MVP を取ってた、連続で MVP を取ってた頃ですよね、きっとね。ね、いやー、そっか、じゃあ衝撃だったわけですね。はい、でも、今の話聞いてると、3年生まで試合には、はい、A チームと B チームの間みたいな、どっちにも行くみたいな。で、初めて試合出るようになったのは4年生ですか？そうですね、4年生のリーグ戦の途中から急に、うん、それなんかきっかけはあったんですか？そうですね、ちょっとその前までいたそのコーチが、はい、急に辞めちゃって、はい、で、もともといた監督がその指揮を取るようになって、はい、そしたらなんか
お前出ろみたいな。やっぱ先生によって監督によってのいわゆる指示というか、そのプレースタイル、やりたいスタイルがそこに、まあ、細谷選手がハマったっていう感じだったんですね。でもそこってよく腐らずにそこまで。そうですね、まあ、やっぱその 無理して大学に行かせていただきましたし、うん、家族に、うん、で何とかしてこう恩返しがしたい、結果を残したいって思ってましたし、うん、でやっぱまだなんか夢を諦めたくなかったっていう思いがやっぱあって、はい、なのでこう腐らず、あの諦めずに、あともうこのパプさんがすごく意識が高かった、うん、高い選手って人だったんで、うんはい、その人と毎日毎日一緒にウェイトしたり一対一したりとか、うん、そういうのがすごく本当に助かって、でパフさんとその一対一があったからこそ今あのこういうこの身長でも点取れるのかと思ってるので、でかい選手に対して、ねはい、でフローターだったり、ね、だからすごく本当にその大学での4年間っていうのは本当に大きかったなと。でもさっきの話ちょっと戻ると、はい、その大学行くときにもう親からも自分で何でもやるならいいよっていうのは、はい、結構バイトとかも頑張ってたでしょ。あ、そうですね、もう収録ぐらいで、練習終わって9時から12時、うん、1時ぐらいまで。何のバイト？あ、スーパーの品出しやってました。おー毎日？もう収録ぐらいで入ってましたね。練習毎日でしょ。はい、だからもう電車でご飯食べてみたいな感じで、うん、で夜中帰ってきてまたちょっと食べて見て、でまた本心としては、はい、この時間があるならそこにも練習に当てたいっていう思いもきっと、はい、あったでしょうし、本当に今では信じられないんですけど、そのバイトが終わって12時ぐらい終わって、はい、近く の, その公園でバスケするんですよ。マジか。それがちょっとおかしかったなと思って、あの時に思って練習終わってバイト終わって近くの公園で1時間ぐらいなんかハンドリングとかゴールがあるんでちょっとそこで打ったりだとかっていうのを毎日ではないですけどやってましたね。ボールに自転車のカゴにボール入れてでバイト行ってみたいな。漫画じゃん、もうすごいな。だそういう風にやってたんで、今ではちょっと信じられないなみたいな。でもその時はもう当たり前だと思って、当たり前だと思ってました。これぐらいやんないと、はい、絶対選手、そのいわゆる A チームにも入れないし、そうですね、で何ならもっと先に目指してる、はい、そこになんか到底たどり着けないぞっていう思いもやっぱり、そうありましたね、あったわけですよ、はい、実際そこから試合に出て、でも試合に出たらそのいわゆる今までチャンスに恵まれなかったっていうだけであって、はいはい、試合に出たら絶対やれる自信っていうのはありましたね、はい、やっぱそれ培ってたわけですよね。そうですね、でまあきっかけというかそういう試合で結果も出たので、はいはい、それが自信になってどんどんそうですね、上がっていったというか、うん、でもその大学で最後の1年は試合に途中から出るようになった、はい、けれども、はい、実際スタッツもすごい残してるんですよね、得点22位のスリーポイント決定数の10位、アシストも10位っていう、うん、そのランクに入るってここすごい細かいでしょ、すごいところまで、はい、いいすげえ、これぜひ記念にあったら持ってきます、ね、持って帰りますか。すごいですね。すごいです。で、実際ここで大学がこれでいわゆる終わりなんですけど、はい、普通はそこからまあ声がかかって、当時だと JBL だと企業チームにスッとこう入っていくっていう、はい、もしくは BJ リーグのチームにっていう話だったと思うんですけれども、はい、実際声はこの時は、かからないですね。うん、でかからずで、はい、どうしようと思ったんですかそこは。もうあのその時内定実はもらってて、あの就職で、はいはい、就職活動してて、はい、内定を結構大手のいいところ、それも運があって、はい、ここ僕受かっちゃうみたいな感じのところをが受かっちゃって、はい、それは普通に就職活動してて、まあ、普通に就職活動してて、はいはい、でもうあのもちろんそのバカママ行ってやらせていただきましたし、うん、で今オファーをそういうプロのオファーもないので、うん、あのもう区切りをつけて、うん、あの家族に恩返しというか支えていこうみたいな、あ、じゃあバスケはもうここまでみたいな感じに、ね、なんとなく自分の中では踏ん切りをつけようとしてたところなんですね。そしたらこう活躍をして、うん、でそれこそまた人の縁であのその青い企業ですね、はい、青い企業から話を
いただいて、うん、はい、で入ることができたっていう。ここはだから実業団チーム、そうですね、実業団であれば安定はしているので、はい、会社に勤めながらなので、はい、親も安心して、うん、で好きなバスケも続けられる、そうです、なんでもう最高じゃんと思って、はいはい、入りましたね。でもその時に、はい、そこでもうこの生活をじゃあ続けていこう、はい、っていう判断もできたわけじゃないですか、はい、だけどそこからいや待てよと、はい、自分が目指していたのはあの憧れの田臥勇太選手、はい、いつか海外でもやりたい、はい、トップチームでもやりたいっていう思いもやっぱり捨てきれない自分はいたんです。あ、もうずっといましたね。もう心の中ではもちろんあの親に心配かけたくないと思いましたけど、でもやっぱ夢はまだ諦めたくないってやっぱ僕はどっかでは思ってたので、うん、その青い企業で何年かやって、うん、プロにチャレンジするのも悪くないなっていうのは自分の中では考えてました、まあ、お金も食べつつ、あ、そうですね、ってことですよね、はい、でそのいざ挑戦しようっていうチャンスが訪れたのはいつだったんですか。3ヶ月後です。早くてよかったね。でもそれも本当にもうびっくりすると思うんですけど、これも書いてあるんですけど、はい、上司からある日急に呼び出され、だから僕呼び出されるときは何かあるなと思って、怒られるんじゃないかな。そう、高校の時もそうでしたし、うん、校内放送で呼び出されて、高校の時も、はい、やばいみたいな、今日マスコミって呼ばれたらこう次につながるステージが待って、同じような感じだったんです。そうです。で今回も普通に働いてたら、呼びに来て、うん、なんか上司が呼んでるよみたいな、うん、部屋に来いって今言ってるよみたいな、うん、みたいな、何もしてないんだけどなと思い、結構真面目に働いてるんですけどな、こう言ったら、なんかお前プロになりたかったんじゃないのかみたいな言われて、はい、でそのトライアウトいつあるんだ、で僕調べてたんで、はい、あるんだなみたいな、でまあその何1ヶ月後、ん、何週間後ぐらい、2週間後ぐらいにありますみたいな、じゃあそれ受けろみたいな言われて、で受かったらそのそっち行けるみたいな、絶対行けるで、受かんなかったら青い企業で一緒働くことを約束しようみたいなっていうことを言われた。で上司も、はい、もう分かってたんですね、捨てきれないその夢を。多分僕がちょっとその面接の時とか言いました。いや言ってないですね。言ってない、言ってないです。多分僕のその日々の行動が多分おかしかったのかなって今思うと、まあ、見てたわけですね。はい、仕事もちろん真面目にやってるんだけど、そうですね、多分絶対捨てきれない夢があるから、そうそうそう、休憩時間とかにやっぱみんな休むと思ったんですけど、うん、僕はなんかこう本読んだりとか、なんか多分人とちょっとやっぱ意識がやっぱその時がすごく高かったなと思ったので、でもそういうところを多分見てて言ってくれたのかなと。それだから最後の挑戦もせずに、はい、続けてたらずるずるそれがいっちゃうよっていうようなことも。 そうですね、その上司の方でもすごいいい方ですね。いやすごいですね、すごい人を見てますね。はい、本当に感謝ですね。その節目節目にちゃんとそういう、そうですね、ちゃんとあなたはこっち行きなさいって言ってくれる人がいて、はい、背中を押してくれる人がいて、これは感謝ですよね。いや間違いないです、はい、でそのトライアウト、はい、これがリンク栃木ブレックスの下部組織である D ライズ、はい、そうです、こちらのトライアウトだったわけですね。はい、そうですね。どんな感じだったトライアウトって。トライアウトも50人ぐらいいて、はい、でまあその個人のこうスキルやりながら、はい、最後ゲームがあって、はい、まあ、こうピックアップされてみたいな、そこには残って、はい、で最終的に5人しか受かりませんって言われて、はい、同じじゃないですか大学の5人って言われて、で僕実は試合中に両足つっちゃって、ほうもうダメだと思って、はい、スリーポイント1本だけ入れたんですよ、はい、で終わって、うん、もう僕ダメだと思ったんで、うん、もう片付けたんですよ、はい、もう片付けてもう帰ろうって言って、まあ、とりあえずその名前が呼ばれるので1人ずつ、うん、で1人2人3人4人って呼ばれて、うん、まあなるよなって5人ずつ補正合わせしてみたいな、それなんでだと思います。言ったらその聞いたんですよ、うん、後々その今その僕を取ってくれたのが、まあ、今ブレックスの代表やってる取締役か、
藤本さんっていう方で、はい、で僕そのコーチが今仙台でアシスタントコーチやってる落合義郎さん、はい、落合義郎さんに聞いたら、あのスリーポイントを決めてなかったらなかったって言ってました。そのスリーポイントはな何がそこまでそんなに、なんかそのスリーポイントが入ったことで、あこいつはいけるなみたいな、ターンその落合さんを思ったみたいで、へー力があるなみたいなのを思ってくれたみたいで、一本で分かるもんなんですね。分かんないですけど、すげえな。聞いた話ではそれで、はい。で5人、本当に5人目最後に呼ばれて、ちょっとやばい、マジ鳥肌が立つんですけど、すごい人生なんで。だってそのシュート入ってなかったら今ないわけでしょ。そうですね、そんな運命を決めるシュートって、そうですね。なんか試合の勝敗を決めるシュートってあるけど。はいはい。ね、それでもちろん試合の勝つか負けるでものすごく大きくいろいろ変わってはきますけど、はい、でもその人生まで変わっちゃうってすごいですよね。すごっ。そうですね、だからそうですね、奇跡ですね。でまあ残ったということは、じゃあこれはもうこっちに行こうっていう、はい、でも契約が練習生っていう契約だったので、はい、お金は要はゼロ、うん、なので、うん、もう親は大反対でしたし、はい、そっか、これゼロなんだ。そうです。で周りもやっぱやっぱ周りはこう行け行けって言うじゃないですか、プロの、うん、でもやっぱどこかしらでやっぱこう伝えしようかみたいな感じ、うん、な感じはありましたし、うん、僕自身はもう何言われて もう行くって心の中では決めてたんですけど、そうですよね、でもこうみんなに意見を聞きながら、うん、っていう風な感じで判断をしましたね。親はどうやって納得させました？いやもう僕は振り切りましたよ、行かしてくれってお願いして、自分の生活自分で何とかするし、はい、絶対何とかするから、うんうん、じゃあこの時もあれですか、もうバイトの、そうです、もう、うん、そうですね、練習の前後、練習の前後にアルバイトする厳しい生活、はい、入れてオフの日も1日アルバイトを入れてっていう形を、はい、してましたね。ちなみにこの時のバイトはタイヤ磨きです。スポンサーさんのところ、ああそっか、アップライジングさんっていう、はい、あの中古タイヤ屋さんで、そこで働かせてくれるっていう環境もあったわけですね。ってことはじゃあ練習とかも融通は聞かせてくれるっていう、すごく本当考えてくださる方で、うん、はい、そこありがたいですね、本当にありがたい、実際に、はい、だって結構そこでなんかいろいろ、例えば、まあ、僕もこの仕事つくときにバイトと突然入ってくる喋りの仕事の、ああどうしようみたいなとか、芸人さんとかのよくその話聞くじゃないですか、はいはい、ミュージシャンもそうだし、はい、そのあたりは練習をちゃんと優先させてくれるっていう環境は、そうですね、だから本当にすごくこれも人の縁というか、うん、で感謝しかないですね。そっか、でもそこであれですね、また天皇杯で、これ面白いですね。そうですね、パナソニックとやってるじゃないですか、はい、覚えてますね。今ネゴロキャプテン、そして金丸選手とも、はい、すごかったでしょ。すごかったですね。いい勝負したんですよね。結果が84対75とか、そうですね、覚えてるんですよ。すごっ、いい勝負したのを覚えてて、一桁台ですもんね、はい、まあ、もちろんそのパナソニックは本気出してなかったと思うんですけど、はい、誰とマッチアップしたか覚えてます？木下選手とか。あ、そうですね、木下さんと阿部さん、うん、阿部優さん、はいはいはい、だと思うんですけど、ネゴロさんいたのも覚えてますね。その後こうやって、いやーそうですね、いやーそうですね、ネゴロさんとも縁もすごく感じますね、兵庫の時から。そうですよね、はい、いやーすごいなー。でも実際この時っていざ、まあ、こうやって本当にトップリーグのチームとも対戦したりしたわけじゃないですか、はい、ちなみにこれ2013のパナソニックって優勝、パナが優勝した、あ、シーフスが最後、そう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 、あーですね、はい、悔しい負け方、それこそ金丸選手にブロックされてっていう時でしたね。思い出した今。そっか、パナとしても最後の、そうですね、チームだったわけですよね、はい、この翌年に金丸選手もシーフスに移籍したっていう時だったので、そっか、でもそのいわゆるトップチームとも対戦した時に自分の立ち位置っていうのはどういうふうに把握しました？その、まあ、もちろんパナソニックさんが、まあ、本気でやってなかったのは分かるんですけど、それでも自分ではすごく手応えがあったというか、うん、はい、あ、やれるんだっていうのはすごく感じてましたね。
もうその時 D ライズでは常時試合には出る。あ、そうですね、はい、30分近くは確か出てたと思うんで、うん、はい、まあ、中心選手としてプレーをすると、そうですね、はい、まあ、やれる感触があり、そしてその翌年も引き続き D ライズでプレーをして、そこからですね、2014もそこでプレーしながら、はい、2015で、はい、兵庫へ、あ、そうですね、移籍、はい、これ移籍という形ですか。あ、そうです、移籍ですね。これはどういうご縁で。あ、その D ライズがなくなって、はい、で山形に行けるよっていうふうにもその自動的に行こうってなったんですけど、はい、やはりトップリーグにどうしてもチャレンジしたいっていう中で、はい、そうですね、もう探してたんですけど全然なくて、うん、やはり、うん、で今越谷アルファーズという GM かな、はい、の青野さんという方がいるんですけど、はいはいはい、その青野さんがその当時 D ライズというかブレックスのコーチやってたんですけど、うん、はい、青野さんがすごく探してくれて、はい、で兵庫ストークスに入れた、声かけてくれた。あ、そうです、青野さんのつながりでっていうことで。でもさ、そこってやっぱり今みたいに声をかけてくれるっていうことは、その今ずっと話聞いてると、その高校時代の恩師も、はいはい、ね、社会人の時のその上司も、はい、で今の青野さんもやっぱずっとやっぱ見ているからこそ、はい、細谷選手のその日々の努力っていうのを、だからこそ多分こいつなら間違いない自信を持って違うチームにちゃんと売り込めるというか、はい、みんな親身になって本当に自分ごとのようにやってくれてますよね。いや、本当にありがたいんですよでもそう思わせるだけのやっぱり努力をしてるんだと思いますよ。どうなんですか、中途半端なことしてたらだってそんなに人は動かないですもん。すごいな。で兵庫に声をかけてくれて、はい、でこれはもうすんなり行けたんですか、外トライアウトみたいなのは。あ、トライアウトみたいなのはなくて、うん、まあ、ただそのお金的にはすごくきついというか、うん、もちろんこう下からのリーグから来てるので、はい、こいつ誰だみたいな感じなんで、はい、ははは、はい、そこでもすごく本当に兵庫でも生活が苦しかったんですけど。どういうふうに生計を。もう本当にご飯と納豆だけ。マジで、はい、もう本当にそうでしょ、毎日。で、プロテインなんとか飲んで。それはもうちゃんと確保して。そうです。で、あとスーパーで売ってるコロッケ50円とか言ってとかのやつを。めっちゃ腹減るじゃん、だって。むちゃくちゃ動くわけだから。で、ご飯とかはこう送ってもらえるんですよ、栃木の縁で。はい、へぇー。だからもうご飯だけはなんとか白い飯だけは。はい、確保できてて。ほぉー。だからもうそういうのを毎日続けている中で、助けてくれたのがネゴロさんですね。怒ってくれて、もう怒ってくれましたし、いろんなところをこう温泉だったりだとか、いろんなところもこう連れてってくれて、すげえ支えてくれたのが本当にネゴロさん。わ、すげえ、なんかめちゃくちゃいい話。はい、何それ、これすげえネゴロキャプテンの株が上がったばっかりじゃん。これもういつも本当にネゴロさんの悪口しか言わないですけど裏では本当に感謝してるので。ですよね。だから、はい、まあ、だってすごい情に熱い方じゃないですか、はい、うん、まあ、やっぱそれも見てて、細谷選手のその日頃のやっぱり頑張りで可愛いですよ、絶対そりゃまあそこまでしてやってんだったらちょっと壊したるわっていう、俺は先輩としてはその気持ち出てきますもん。まあ、だからもうずっと一緒について、はい、もう本当にお疲れ様ですっつって明日お願いしますみたいな。わかるわ、俺もデビューの頃そうだった、はい、すげえディレクターに壊してました。いや、なんかそういう時ってありますよね、本当に。忘れないですね、そういう時ほど。ですね、はい、忘れないです。その時なんか壊してもらったもので、なんか印象的なものあります。印象的なものですか、これうめえなみたいな。うめえな、忘れましたねまあ本当に日々のことだったからですね全てがまあとにかくもう、はい、もう食っていくのに必死だったわけでしょ。必死でした、はい。でその兵庫でのまあ生活が始まるわけですが、その時にこれまた天皇杯で、そうですね、天皇杯でもすごいですね、やっぱり天皇杯何がありますね。ここでリンク栃木ブレックスと、はい、まあ D ライズではあったけど古巣といえば、はい、古巣の、はい、栃木とここで対戦、しかもあの憧れの田臥勇太選手と対戦してるわけですね、はい、
これ初対戦ですか？初対戦です、公式戦は。実際にマッチアップも？そうですね、でもその栃木の時に、D ライズの選手は何人かブレックスの練習に参加もできるので、はいはい、その時にこう練習とかではありましたけど、うん、のこう公式戦で本気でっていうのは初めて。でちょっとじゃあ話そこ遡りますけど、はい、D ライズ時代に初めて、はい、田臥選手に会って、はいはい、まず会った時ってどうでした？会った時ですか？うわ本当にいるんだ。いるって。でその時はマッチアップした感想としては、いやーやっぱうまかったですね、はい、もう全然やっぱ違いましたし、他の選手と映像で見てるだけとはやっぱ違う。全然違いました。ハンドリングだったり、ハンドリングも、いや、まあ、でも一番大きかったのは姿勢、プロの姿勢というか、体幹2時間前ぐらいに来て、うん、誰よりもしっかり準備して取り組んで、で終わったらちゃんとしっかり自分のケアをする、はい、やっぱそういうプロの姿勢っていうのはすごく勉強になりましたし、バスケのことをずっといつも考えてるので。本当にそうなんですね。よくね、僕は直接お会いしたことがないっていうか、まあ試合ですれ違ったりする時ぐらいでお話ししたことはないんですけど、はい、なんか話をこういろんなところで聞くと、そういう本当にバスケ、 いい意味でのバスケ小僧というか、はい、とにかくバスケが好きでずっとそのまま大人になったっていう感じの、まさになんですね。まさにそうです。へー、でこれだけずっと日々練習してる細谷選手が思うぐらいだから、はい、相当意識高いんですよね。だから その姿を見て僕もよりやんなきゃなと、まだまだ足りないなっていうのはすごく思う。だってそのレベルの人がそれやってるってことは、そうですだから追いつけないなと思ったんで、はい、僕もそれ以上やらなきゃいけないなと思ってます。でいざこの公式戦、はい、バッチバチの真剣勝負の中でぶつかった時はどうでしたか？いや、もう最高でしたね。もう夢の中にいるようでしたし、ああ、でもその中でも絶対勝ってやろうっていう思いが強かったので、はい、負けたのは本当に悔しかったですね。本気で悔しいと思えた？本当に確か泣いたと思うんですよね。この時は64対82だよ。そうっす、で栃木が勝ったんですけど、初年王さんも泣いてたんじゃない？ああ、そんなあった気がします。でもその本気で悔しいと思えるってことは、もう同じレベルに立ってるってことじゃないですか。はいはい、これただの憧れだったら、ああやれてよかったなって思っちゃうじゃないですか、はい、どっかそこで満足感を得ちゃうというか、はいはい、でもそこでマジでこれちょっとマジで倒したい、はい、あそこよりも上に行きたいっていうのを思えたってことは、間違いなくここで初めて、あ、そうですね、同じ舞台に立ったってことですよね、はい、わあすげえ。そしてその兵庫も在籍としては1年、1年です、はい、その翌年に筑波ロボッツに移籍ですけど、これは何かきっかけはあったんですか？これはそうです、つながりというか、うん、で行くことに声がかかった感じ。そうですね。この辺の生活はどうだったんですか？もうかなりきつかったですまだ同じように？そうですね、もう結構本当に、だからもう本当スーパーのコロッケ50何円っていう、それもずっと兵庫だろうが筑波だろうが変わらないですね。変わらないです。もう最後のタイムセールみたいなところ、あ、そうですそうです、はい、なんとかおかずをっていう、おかずとあとカットサラダ、とりあえずサラダはちゃんと食べて、野菜ね、で、あと納豆ですねでも筑波には目黒さんがいないわけじゃないですか？そうですね、筑波にはいなかった。まあでもその代わりこうやっぱあのスポンサーさんだったりとか、はいはい、もちろんチームメイトもそうですけど、はい、そういう人たちが支えてくれて、うん、なんとか、であとこう筑波だと茨城なんで栃木も近いので、はい、栃木に行ったり、はい、いろんな人にこう支えられながら1年間過ごしましたね。てかさ、じゃあその話聞いてると、大学時代から本当になんかさ、このバスケに全てやっぱこう費やしてて、はい、もう一切贅沢という贅沢は何もできなかったですね。してないですよね、はい、できなかったです。とにかく今の生活と、はい、そこでどれだけその中でバスケというものに時間を割けるかっていう、はい、そうですね、これに割いてるわけですね。はい、そうです、そういう生活でしたね。すげえ、むちゃくちゃストイックやもん。いや、なかなかこれって今口で簡単に振り返った時にはね、はい、こんな風に話せることではありますけど、
この下地があるって強いっすね。そうですね、なかなか経験できることではないと思いますし、なんていうんですかね、それを乗り越えてきた自分があるので、はい、なんかちょっとのことでやっぱブレたりはしなくなりましたね。よくね、話聞く芸人さんとかでもこの下積み時代があるかないかで、やっぱりその後の伸び方も違うとか、当たり前は当たり前と思わないから、あの生活があったから、まず当たり前に練習ができる環境っていうのがすごいって思うしとか、間違いないです。ちゃんとご飯食べれて今日も試合に元気に行けるっていう、なんかすごく当たり前のようなことがすごく ね、 そ、 うですね、そこに至るまでがめちゃくちゃ大変だったりもするんですけど、いやでもぶっちゃけこの辺りもそのもうさっきは本当に気持ちの上でも同じ舞台に立って悔しいって本気で思えると、でも今言って生活がそこになかなか伴ってこない、はい、プロとしてやってるけれどもなかなかちゃんと食えるっていうところまではいけてないっていうレベルだった時に、はい、引き続き多分親のプレッシャーとかもあったとは思うんですけど、はい、そのあたりいかがでした？親はもうすごくこう応援してくれてるとは思ってました。もう変わりましたと。そうですね、頑張れみたいな感じで言ってくれましたし、うんうん、はい、まあ、親も厳しいので、うん、まあ、まだまだその感謝忘れず上目指せみたいな感じで言ってくれたので、うん、はい、そうですね、その親の存在っていうのは本当にありがたいですね。いやそうだよな。だからでいよいよこの筑波のこの1年が終わった後に、これで B リーグ開幕ですか？そうですね、翌年が、はい、このまず B リーグができるぞっていうそのニュースは、はい、細谷さん的にはどんな印象を受けました？ああやっとかっていう感じです。なんか一つになれるんだやっとっていう思いはありましたね。なんかずっと僕自身ももやもやしてましたし、うん、BJ の試合も見に行って、うん、やっぱ全然観客の盛り上げ方とか盛り上がりが全然やっぱ BJ の方が、うん、その当時は良かったので、うん、こっちと一緒になったなみたいな、もっと面白いですよ、バスケ盛り上がるんだって、盛り上がるのいいなとか、なんでだろうみたいな。で正直選手たちの環境も変わるわけですね。ね、はい、それをずっとやっぱ思ってたタイミングで B リーグができた、はい、でここでいよいよ横浜へ移籍することになるわけですが、はい、このご縁はどこから？これはめちゃめちゃ面白くて、はい、はい、もしよく聞きたい。その青い企業に入れてくれた方が、うん、その当時の横浜 B コースの GM の小川さんっていう方で、はい、今川崎にいるんですけど、はい、そので紹介してもらった時に、で要はもう3ヶ月で辞めてるので青い企業ね、はい、で紹介してくださった小川さんにこう要はドローで行った、はい、で僕すいませんみたいな、はい、ドローにチャレンジしますっつって、そしたら小川さんが電話口でブチ切れでそれで切られて、はい、そこからもう連絡取れなくて、はい、で、筑波終わって、はい、で、どうしようみたいな感じになって、筑波はこう契約がここで一旦継続してほしいとは言われたんですけど、はい、ちょっとその違うところにチャレンジしたいっていう思いがあったので、うん、その DJ リーグのトライアウトがその時多分あったんですよね、はいはい、あ、兵庫の時ですね、うん、兵庫から筑波に行く時に DJ のトライアウトを受けて、あ、はい、一度、はい、はい、でその時にその小川さんに会ってるんですよ。横浜 B コースやった、はい、でその時にすいませんでしたって謝ったら、はい、もう昔のことだから、うん、もう気にすんな、今こうやってやってるんだから、そうそう、見てるぞみたいな、うん、言ってくださって、で頑張れみたいな、本当にそれまで全然連絡なくてもです、怖いねトライアウト中そこに小川さんいるの分かってるで、まあ、そみたいな、終わったらすぐもうトライアウトどころじゃないんだそっちの方が気になっちゃう。で結局こう声があって筑波に入って、はい、で筑波終わってでどうしようかなみたいな思って、でもその1週間後にロボッツの契約どうするかっていうのを決めなくてはいけないっていう状況で、はい、まあ、ロボッツからオファーをいただいてたんで、うん、もうロボッツしようかなと思ったタイミングで小川さんから電話が来て、ほう、うちにどうだみたいな、ほう、
確かに。もうそれかかってきて、絶対行くしかないというか、もう2つ以上行きますみたいな。早っ絶対行きますみたいな。もうこれは裏切れない。へぇー。いつか横浜で、実は大学の時に横浜の練習にも何回か参加させていただいてたので、はい、いつか地元のチームでできたらなっていうのは。それはありますよね。はい、思いがあったので、まさかこのタイミングで B リーグ初年度でっていうのは来るとは思ってなかったので、またそこでもこういうことかみたいな。本当にこの天気に重要人物が現れますね。おー、そうなんですよね。今回はその小川さんでいう GM の人のおかげで、はい、行くことになったわけですね、はい。で、いよいよこれ B リーグになり、はい、もう本当に名実ともにプロ選手、はい、もうしっかりと世の中にもプロ、一つのバスケットのプロリーグができました、はい。そしてここにいる選手たちはプロ選手たちですっていうふうにこうなったわけじゃないですか、はい。横浜でのまず1年目っていうのはどんな感じでしたか？1年目はもうとにかく初めてのことばかりだったので、みんながそうですよね。みんなもそうでしたし、うん、チームメイトも横浜は結構ガラリとかあって、それこそたくさん河村拓哉来ましたし、もう本当にとにかく自分をしっかり出していこうっていうことは意識して、自分らしさを出していこうということは意識してやってましたね。もうこの頃からはご飯の心配は、そうですね、あんまりその時はようやく普通の人、普通のサラリーマンぐらいの生活、うん、僕の年齢の時に、ね、はいはい、だったんで、そこまでは困らなかったんですけど、贅沢はできないっていう感じ、うんうん、でもそれが本当に幸せで、だよね、分かるな、それすげえ分かる、もうね、幸せでした、分かる、年齢いくつの時ですか？27とか。あ、分かる、俺もそのぐらいの時だった、ようやく食えるようになったのが、ようやくなんか友達たちと同じぐらいの飯行けるなみたいな、そうですね、そっか、そこで初めてそうなって、で実際その時河村選手とも一緒だったじゃないですか、はい、河村選手とは何かこう得たものはどんなものありますか？いや、もうたくさんに教わったことはもう数えきれないぐらいですよね、うん、プロとして その心構えもそうですし、うん、自分がどういうプレイヤーなのかっていうのをこうどう示していくのかとか、うん、こうガードとしてどうあるべきなのかとか、うん、もう本当に、まあ、あと人として、うん、一人の男としてどうあるべきなのか、うん、ここからどういう人生を歩んでいくのかみたいな、そういうなんていうんですかね、僕にとってすごく人生に影響を与えてくれた人ですよね、うん、教えてくれましたし、うん、その印象強いんですよね、結構横浜時代に、はいはいはい、一緒にいるっていう印象は。あ、そうですね、うん、なんか背番号も0と1だったので、はいはい、なんかこうでもすごくプレーもやりやすかったというか、はい、なんかあうんの呼吸っていうか、何も言わなくてもっていう部分、うん、やれるっていう部分が何回かあったりしたので、うん、そこはすごく僕自身も嬉しかったですし、やっぱずっと見てたので、そうですよね、超がつくほどのスーパースターだから、超がつくほどのスーパースター、うん、やって、もう本当に何としてもたくさんの求めるレベルに、はい、一日でも早く追いつきたいっていう思いが強かったですね。でもいろんなことを考えたときに、ようやく今自分ここまで来たんだなみたいな、なんか感慨深いものってあります。ですよね、あります。よくここまで来たなっていう、いやね、もう今なんてまさにそうですね。あ、この、ね、シーホースでやって、はい、まさに、まあ、今今年でプロ10年目なんです、ね、はいはい、10年やれてることが、そうね、本当にありがたいですし、プロ選手で10年って簡単に言えないですからね、もう10年やれる人って、はい、本当にごくごく一部だから、本当に感謝しかないです、感謝しか出てこないですけど、いやだからすごいこう細谷選手をずっと、この細谷選手をずっと応援しているファンの皆さんから、はい、今回のこのシーホース入団の時にも、はいはい、やっぱなんかこうおめでとうっていう声もあったりとか、うん、それってやっぱりいろいろ本当に歴史を見てるから、もちろんどのチームでも素晴らしい活躍をされてるんですけど、なんかこうまた新たな
キャリアをこうやってスタートするっていうところで、そうやって本気で心から応援してくれてるファンの皆さんもたくさんいるんだなっていうのを、はい、ありがたいですね、感じるんですよね、はい。で横浜で、まあ、実際ここでもう長年プレーするわけですが、はい、2016-17 シーズンから18-19 シーズンの3年ですね、はい、そして秋田へ、はい、秋田へまずこの移籍するっていう決断はどういうところからやってきたんですか。横浜をそのクビになって、うん、で、まあ、そのクビになる前ぐらいからもうその秋田の今ヘッドコーチやってる前田健三さん、はい、からもう連絡が来て、はいはい、代表でもアシスタントが、ね、そうですね、うん、来てもううちでやってくれないかっていう熱烈なオファーをずっと横浜時代見てたってことですね。だと思うんですけど、うん、いただいて、はい、っていう感じで、でシーズンが終わったらもうすぐ来てくれてこっちに、はいはい、で話をしてっていう感じ。どういうところを評価された感じだった？もちろんその得点力、はい、スリーポイントっていうところと、うん、まあそのスピードを生かしてほしい、うん、とは言われましたね、はい。あとはディフェンスのチームだから、いやそうなんですよ、僕自身がすごく横浜の時にこうオフェンス能力っていうのは得点能力っていうのはすごく自分ではアピール、はい、自分がこういう選手だっていうのは見せれたと思うんですけど、はい、やっぱどうしてもディフェンスっていうところがディフェンスよりオフェンスの方がやっぱ勝ってたので、はい、気持ち的に、はい、やっぱそこが自分のウィークポイントだっていうのは分かってたんで、そこにこう秋田が話、秋田といえばやっぱディフェンスなんで、いやもうね、そうですね、だからもうここやっぱり人間ってどんどん記憶が上乗りされてるんで、はいはい、細谷選手の記憶がすげえハードディフェンスする人なんですよ、ね、そうなんです秋田でなねシオスもやられましたけども昨シーズン一勝一敗でしたねちょうどあ2試合目すげえないや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 あれスカイホールでしたねっていうもだからそのどんどんこの新しい記憶がやっぱりすごい鮮明に残る部分があるんで、なんてディフェンスする人なんだっていう、いやいや僕は全然なんですけど、だそう自分のディフェンス力を上げるためにもこうキャリアをこれから伸ばしていくためにもやっぱりディフェンスっていうのは必要だと思ってるので、うん、秋田にチャレンジしようっていう思いで秋田に行きました。チャレンジっていう思いだったんですね。チャレンジっていう思いでした、はい、で行った年が残念なことにそのコロナで、そうですね、シーズンが途中で終わってしまって、はい、でまあその翌年が秋田でもいわゆるフルシーズン、あ、はい、そうですね、戦った年になるわけですけれども、はい、この秋田2年目に B リーグのオールスターにも、あ、1年目ですね、あ、1年目か、そうですね、1年目か、はい、1年目というか、オールスターにも選ばれるわけじゃないですかここですよ、だからいやオールスターですよ、もう本当に B リーガーの中でも限られた人しかそこに行けないっていう、どうでした、いやどうでしたというか何なんですかねちょっともうここまで来るとなんか自分事というかもう、いつかなりたいとはやっぱもちろん思ってましたし、憧れの舞台でしたし、オールスターっていうのは、はい、その時もたまたま古川さんが怪我をしてたんですよ、うちで怪我をしてて、で僕が選ばれたんですけど、なんかあるなみたいな、泣きました、泣かないですね、あ、そう、泣かない、シャーって言いましたで周りで泣いた人いるんじゃないですか、どうですか、どうすかね、まあでも言わないだけかな、あの母親に、あ、親には言ったんですけど、親に言ったらもうなんか大丈夫みたいな大丈夫ってこと、おめでとうとは言ってくれました感じで言われましたし、うん、家族の反応はやっぱあの頑張ったなみたいな、だって知ってるもん、ここまでの頑張りを、結構その知り合いも見に来て、その恩師もわざわざ最後まで見に来てくださいましたし、行くよ、いや俺が言ったんだぜ続けろってつって俺なら言うそうなんですよね、でその篠山さんがもうほんと怪我しちゃって、僕がスタメンに選ばれて、スタメンで最初出る確か富樫、金丸さん、僕、ファジーカス、熊谷、スクンケなんでみたいな、はい、でベンチにアビとテイ言いましたし、はい、だから今それを考えると、なんかこれも運命なのかなと思って、うん、
なんかね、テイとアビとやれるっていうのは本当ですね。金丸さんはちょっと残念でしたけど、はい、金丸さんもでもオールスターのそのベンチ隣だったんで結構話もできて、どんな話したんですか。でなんかその三河どうですかみたいな感じの話だって、うん、あの選手こうだよねみたいな感じのとかはありますね。なんかこのそういう機会ってやっぱ普段交流のない選手たちとお話できる機会でもあったりして、はいはい、そうですね。で言うてやっぱ自分もずっと見てきた選手たちがいるわけじゃないですか、はい、憧れの選手たちも、はい、いますね。本当に夢の共演ですよね。夢でしょ、ね、あれは忘れられないですね。でお客さんの熱狂もすごいわけじゃないですか、はい、そうですね。でその後にコロナでなんか、ね、だからそのコロナ本当直前のだから一番本当に盛り上がってた、はい、今のところ最後のオールスターですね。いや、まあ、もちろんここからまたね、まあ、コロナも収まっていき、そういう日がまた戻ってくるのは間違いないですが、はい、その舞台にまた細谷選手が立っててほしいなっていうのは ね、すっごい思うことです。でこれ一つ気になるのがこの、まあ、横浜時代から、まあ、B リーグになってからでいいんですけども、はい、B リーグになってから、まあ、シーホースともこう対戦する中で、はい、シーホースを外から見てた時の細谷、はい、選手のなりの印象っていうのはどんな感じなのかなっていう。僕はもうずっとその三河を見てきて、はい、その小さい頃からというかバスケット配信時代から、配信時代からずっと見てきたので、うん、やっぱどうしてもこう強豪、ずっと強豪上昇軍っていうイメージがもうずっとついてますし、はい、でやはりその個々の能力がめちゃめちゃやっぱ高い、うん、タレントが揃ってるっていうやっぱイメージはあった、うん、はい、まあ、スター軍団ですね。そうですね、スター軍団っていうイメージではありましたね、うん、はい。でもやっぱり対戦するときはこう人は吹かせてやろうっていう、絶対勝ってやろうと思うんですね。なんかね、そう、もうなんか異様に燃えてくる人たちいるよね。シーホースに対してそれはね、もう見ていて感じる、あ、なんかいつもとちょっとまた違うテンションだなっていう、そのうちの一人でした。そうなんですよ、三河相性いいっすよね。なんかわかんないですけど、やっぱり絶対このチームに勝ってやるんだっていう、やっぱその言うてこれもすごくいいことでもあるんですけど、チームネームバリューがあるじゃないですか。はい、あります。それだけの強豪というチームのブランディングをずっとこうしてきたチームでもあるし、はい、でそこに対して勝利するっていうのはそれだけ価値のあるものだっていうふうに思ってもらえるっていうのはすごいチームブランディングとしてはとても素晴らしいことだなと思うし、だからこそ多分細谷選手みたいな気合が入り気持ちで当たってくるっていうのは。でも今度はその細谷選手がこのシーホースでやってくれるわけじゃないですか。そうですね。これまずこれは本当、まあ、詳しい話はできないかもしれないですけど、このシーホースへのご縁っていうのは何か。そうですね、もちろん、コーチ、うん、先発コーチからあの話をいただきましたし、はい、もちろんそのいろいろつながりがあってなんですけども、はい、で、まあ、そこをまず評価していただいたというか、はい、能力というか、そういうのを評価していただいて、すごく取って、なんか来てほしいって言われたので、うん、はい、って感じです。期待されてるところとしては得点の部分。そうですね、はい、そこはあの言われたので、うん、はい、実際声がかかったとき、はい、その時のまたお気持ちというのは。あ、もうあのもちろん他からもオファーをいただいていたんですけれども、僕もあれですよね、あのトライアウトの合格を受けたときと一緒に気持ちになりました。周りから何言われてももう気持ちは決まってた。はあ、って感じ。嬉しいですね、はい、もうじゃあシーホース行くっていう。あ、もう君も話をいただいた時点でもう心の中では決めてました。すげえ、はい、なんだろう、ネルトみたいな感じ。心の中ではもう決めてました、第一印象から。いやでもそうですよね、今みたいにずっとやっぱ昔から見てきたチームで、はい、っていうところで、で実際に今まだチームここ今の段階だと全員とはまだ会えてない。そうですね、状況だとは思いますが、はい、実際来てみて、はい、まず印象とちょっと例えば
いい意味でもなんかいろんな意味でも違うなと思ったところって何かあります？僕ずっとプロチームで来ていたので、はい、初めてのこうなんていうんですかね、元々実業団で、あ、そうです、元々実業団のチームでやってきた部分があるので、はい、やっぱ全然そこら辺の環境っていう面ではやっぱ全然違いますし、体育館があって今もその体育館もね、横の会議室で喋ってますが、そうです、もう僕からしたらもう本当に望んでたというか、だってもう冷暖房完備で、冷暖房完備でこんなに体育館使えるんですよそこってまずね、最高です。いや、細谷選手みたいに本当にこういろいろ本当にいろんなところを渡り歩いてると多分すごく感じる部分、本当にありがたい環境ですねだなとは思いますし、あとトレーニングもしっかりできる人が、はい、 そうです、はい、そこの練習が当たり前にいつでもできるっていう、今でもだから練習は結構自主練もされてる感じですか？そうですね、しますね、しますし、はい、もう、いや、もうもっとしたいですって思っちゃいますね。すげえ、あ、楽しみ。だから絶対にこの細谷選手の態度とかこの意識っていうのが周りに与える影響も絶対でかいだろうなと思って、はい、そのあたりも多分もちろん君が Z コーチはじめいろんな方が期待されてるところじゃないかなっていう、それこそ若手の長野選手だったりとか、はいはいはい、同じガードポジションでお互いで刺激し合える部分があるじゃないですか、はいはい、お互いスピードも持ち味だったりもするし、それでいってプレーメイクの仕方も違ったりとか、なんか学べるとこ、さらに柏木選手がいて、こう学ぶこともたくさんきっと、はい、本当にちょうど年齢的に間ですからね、はい、間なんで、はい、そうですね、もう本当にサトシから学ぶこともたくさんありますし、うん、もう今も練習してるんで、はい、本当に新助さんと僕の中ですごく一番大きいのは、大きいガードとしてやっぱすごく勉強になるのがやっぱ新助さんと一緒にやれることで、うん、本当にパス一つ、ドリブル一つ、体の入れ方、体の使い方一つにしても全然やっぱ違うんで、違うんですね、その辺は、はい、初めて僕田臥勇太さんを生で見た時の衝撃と同じぐらいの衝撃をこのシーホースで感じたんですよ。それって試合でぶつかってても感じなかった？試合でぶつかってても、もちろんあフィジカルやったみたいな、ああそういうのはあるけれど、そういうのはあるんですけど、うん、やっぱそのパス一つだったりだとか、うん、タイミングだったりだとか、うん、姿勢視線とかやっぱそういうところがやっぱ全然違う。これまた今度シーズン始まって、はい、試合が始まっていくと、はい、きっとこのいわゆるゲームメイクっていうところで、はい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 、ここで学ぶこともたくさん、お話もされるでしょうし、そうですね、もうだこれもまた運命だったなとは、加瀬慎介さんと一緒にやれることでまた僕もすごくステップアップできるんじゃないかな、うん、もう今すごくしつこいぐらいに慎介さんにアタックしてるんですけど、これずっとやっぱりね、長野選手も言ってたし、それこそ熊谷選手も言ってましたけども、うん、昨シーズンとにかく柏木選手からもう話聞きに行って、はいはいはい、学ぶと、こういう時はどうしたらいいんですかとか、はいはい、でそれは試合中、試合後、もうとにかく話しに行って学んでましたってことは言ってたので、そのあたりできっと細谷選手も学ぶ部分っていうのはたくさんありますね。ねえ、うわぁ、楽しみだなぁ、どんなチームになりそうですか、今シーズンって全く変わるじゃないですか、まあ、そうですね、まあすごい明るい雰囲気、明るいですか？雰囲気は明るいですね。みんな声出す？声出します。あ、これは嬉しいですね。また全然また違った感じになるでしょうね。そうですね、結構うるさいと思います。誰が一番誰が一番声出すんですか？隅野良吾とか。あ、はいはいはい、もちろん根頃さんに、うん、結構でもみんな出しますね。釣られて出していく感じ？いや、でも結構自発的に、自発的に出してる感じですね。はい、細谷選手ももともと声は、ここも、はい、声出す。練習中からやっぱ声は出てる。あ、そうですね、はい、声ってすごい重要だなと思ってて、ですね、強いチームほど声出すなみたいな、アメリカとかでもやっぱめちゃくちゃ喋るし、喋ります、ね、そのディフェンスのローテーションのタイミングとかもむちゃくちゃ声出してるし、ドレイモンド・グリーンずっと喋ってんなみたいな、ね、ああいうコミュニケーションって実はすごい重要だなと思うんで、はいはい、声大事です。ということは今シーズンのシフトはめちゃくちゃ声が出ると。そうですね、もうディフェンスに今力を入れてるので、はいはい、すごく今ディフェンスの練習もたくさんやってる中でコミュニケーションすごく取れてるので、楽しみ、はい、全然違ったチームになるんだろうな、またなるんじゃないですかねと思ってるんですけど、はい、目標をズバリ日本一です。
やもう次はそこでしょ、やっぱり。そうですね。そこの今こうやって細谷選手のストーリー聞いてると、一つずつこう上がってきて、いやだから来たのかなとは。そう、みんなそれは信じてます、この人生の流れ。いやいや、もう そうなんですよ、そうなんですよ、ここに、はい、そう、もう今オールスターまで行って今度行くのはチャンピオンシップであり、はい、そしてファイナルでありチャンピオンっていう、はい、ここですよね。そうですね。でそのチャンピオンチームを長年支えるガードになっていただきたいなっていう。頑張ります。楽しみです。今日は長い時間、はい、すいません、本当にありがとうございました。ありがとうございました。山田さん、失礼しました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。